シウナダ,ダノスはスペインカタルーニャ州に拠点を置く政党。略称は CS。日本語では市民党などとも呼ばれる。カタルーニャ州発祥であるが、カタルーニャ民族主義、カタルーニャの独立や自治権拡大には強行に反対し、その姿勢は国民党よりも強い態度をとっている。2014年までは主にカタルーニャ州で活動しており、2012年の カタルーニャ州議会選挙では旧議席を得た。2015年前半には、ポデモス、スペイン社会労働党、国民党に次ぐスペインの第4勢力として台頭し、3月初頭にエルパイス氏が行った世論調査では12.2%の支持率を、同時期にラジオ局のカデーナセールが行った世論調査では13%の支持率を得た。政治思想は中道左派、 ポストナショナリズムであると自己定義しており、その綱領で自由主義と社会民主主義を融合させた政策を提示する政党であると示しているが、その思想は中道右派から来ている。2006年の決闘時から党首を務めるアルベール・リベラは党のイデオロギーをカタルーニャは私の故国であり、スペインは私の祖国であり、欧州連合は私たちの未来であると表現している。 国家公用語のスペイン語と地域言語のカタルーニャ語の二言語が公用語であるカタルーニャ州において時として軽視されがちなスペイン語の使用を擁護しカタルーニャ地方の独立を求めるカタルーニャナショナリズムに反対しておりスペイン一国主義による経済発展を主張している2011年以後にはスペインで既存政党に対する抗議運動が盛んに行われ 2014年には二大政党に反発する有権者の支持をポデモスが集めたが、シウダダノスはポデモスと比較されて、右のポデモスとも呼ばれる。シウダダノスは国民党の支持者層を奪っているとされる。批判的な勢力からは左派を取り込んだ新自由主義政党と批判されることもある。また、親友、e、路線を貫き、比較的立ち位置が近いフランスの共和国前身との 関係を強化している。2006年の決闘時から当主を務めるリベラ劇作家、俳優のアルベール・ボアデリア著作家のフェリクス・デアスーア、ジャーナリストのアルカディ・エスパーダラ、ほぼ全員がバルセロナに在住するカタルーニャ人知識人のグループによって2005年6月7日にカタルーニャに新政党を設立するための声明が出され、 シウタダンスダ・カタルーニャと呼ばれる市民運動が組織された。6月21日にはバスク地方の中心都市であるビルバオ、スペインの首都であるマドリードでも同様の声明が出された。これらの声明ではカタルーニャ州政府によって強制力を持つカタルーニャナショナリズムが広められたと述べカタルーニャ民族主義への反発を示した。彼らは何度か円卓会議や検討会を行い、 2006年3月4日、バルセロナのチボリ劇場で政党としてのシウダダノスが設立されたが、6月5日にはメンバーがカタルーニャ独立主義者に攻撃される事件が起こっている。7月8日9日には初の党大会が行われ、組織構造が決定されて代表機関が選出され、若手放送のアルベール・リベラが当主にジャーナリストで、 哲学教授でもあるアントニオ・ロブレスが事務局長に選出された。バルセロナにある党本部決闘後初の選挙は2006年11月1日に投開票が行われた2006年カタルーニャ州議会選挙である。シューダダノスは全体得票数の約3%となる89,840票を獲得し、リベラ、放送のホセドミンゴ・ドミンゴ、ロブレスの 計算人が議席を得た。選挙運動の際には、公衆の目を引きつけるために、当主のリベラが股間を両手で隠した全裸の状態で選挙ポスターに登場したが、男前でセクシーな裸体の写真をばらまく、宣伝手法に不快感を示す有権者もいた。2007年5月27日の地方自治体選挙では、カタルーニア州の4県以外に、 バレンシア州アリカンテ県とカスティーリイレオン州、サラマンカ県でも候補者を出した。カタルーニャ州内の自治体で獲得した議席数は予想を下回る13議席にとどまり、他州では議席を獲得できなかった。6月30日と7月1日には第2回党大会を開催した。2008年3月9日のスペイン議会総選挙では連合、進歩、 民主主義に対して選挙協力を申し出たが、連合、進歩、民主主義は、シウダダノスの申し出を拒否した。全体得票数の0.2%となる46,313票を獲得したが、スペイン国会会員で議席を確保することはできなかった。2009年5月、シウダダノスは1ヶ月後の欧州議会選挙で、デクラン・ガンリーの政党。 リベルタスと選挙連合を組むことを発表した。シウダダノスのメンバーによれば、この選挙協定前の交渉は、リベラ自身が、直々に内密に行ったという。リベラ以外の欧州議会議員二人と等の、重要な役職は、リベラの指導力の及ばない位置にある。国家主義者と超国家主義者によって設立された、反ヨーロッパ的な組織との選挙協力は、懸念を巻き起こした。 6月7日の欧州議会議員選挙では0.1%となる22,903票を獲得したが、議席を獲得することはできなかった。2010年11月28日のカタルーニャ州議会選挙では3.4%の得票を獲得し、前回と同じく3議席を得た。カタルーニャ独立主義者の増加の結果として、その反対者であるシウダダノスも成長を続けている。 2012年11月25日のカタルーニャ衆議会選挙では、得票率を2年前の2倍以上の7.6%に増やして9議席を得たが、このうち8議席はバルセロナ県選挙区で得たものだった。集中と統一、カタルーニャ社会主義者党、カタルーニャ共和主義左翼、カタルーニャ国民党、カタルーニャ緑のイニシアティブカタルーニャ統一左翼、アルテルナティーバに次ぐ、 第6党となった。2015年カタルーニャ州議選で、ヒット候補となった、アリマーダス2013年10月、シューダダノスは、マドリードのゴヤ劇場で、ゴヤの誓いと呼ばれる声明を行い、カタルーニャ州以外の地方でも活動を開始した。2014年1月、カタルーニャ最高裁判所は、シューダダノスのカタルーニャ州議会議員であるジョルディカーニャス、 を429,203ユーロの詐欺行為の疑いで調査した。これによって、カーニャスは、党のスポークスマンとしての地位を放棄し、正式に起訴された場合には、衆議会議員の座を辞任すると発表した。2014年5月25日の欧州、議会議員選挙では3.16%となる495,114票を得て、に議席を獲得した。 ハビエル・ナルトが筆頭候補者であり、シウダダノスは欧州議会で欧州自由民主同盟に属している。ツイッターによる政治活動力を図るウェブサイトの T クレイ社によると、2014年5月からは常にポデモスがフォロワー数の増加数でトップに立っていたが、2015年2月にはシウダダノスの増加数がポデモスを上回ってトップに立った。 2015年3月初頭時点で、シウダダノスは、ツイッターで12万3000人のフォロワーを持ち、フェイスブックで14万人のフォロワーを持つ。2015年3月22日には、年末の総選挙の前哨戦と位置づけられた、アンダルシア州議会議員選挙が行われ、旧議席を獲得したシウダダノスは、社会労働党などに次ぐ、第4党となった。 9月27日には2015年、カタルーニャ自治州議会選挙が行われ、イネス・アリマーダスが、筆頭候補を務めたシウダダノスは16議席増の25議席を獲得して、第2党となった。2015年12月20日の2015年スペイン議会総選挙では、約350万票を得て40議席を獲得し、国民党、社会労働党、ポデモスに次ぐ、 第4党となった。この総選挙では過半数の議席を得た政党がおらず、リベラは国民党と社会労働党のいずれも支持しないとしたものの、首相指名選挙では棄権することも厭わないと述べた。結果的に国民党も社会労働党も期限までの組閣に失敗したため、2016年6月26日には再選挙が行われ、 シウダダノスは8議席限の32議席に終わった。2019年4月28日の総選挙では57議席と第3党に返り咲いたが、連立工作の不調を受けて、同年11月10日に行われた再選挙では10議席と第6党に沈んだ。2006年のカタルーニャ衆議会議員選挙における地域別得票率シウダダノスは経済政策と 社会問題の双方でリベラルな政党であるとされているが、その政治的言説は中道である。シウダダノスは頻繁に単一争点政党と批判されているが、メンバーはこのレッテルを拒否している。2006年から2012年の期間、前回選挙で中道右派政党に投票したシウダダノスへの投票者数は、前回選挙で中道左派政党に投票した投票者数と、 同等だった。このことは、一般的な経済、社会問題での政党の立ち位置が投票の主要因で、ないことを示唆している。シウダダノスは、ノイネストリーリャス氏が擁護する、スペインナショナリズムを含めて、いかなる種類のナショナリズムをも批判している。シウダダノスが提起した主要な議題の一つに、就業制機関での唯一の作業言語として、カタルーニャ語の使用を奨励するカタルーニャ州の、 言語政策がある。シュダダノスはこの方針に疑問を呈し、スペイン語とカタルーニャ語の平等な待遇を支持している。また、すべての公教育がカタルーニャ語で行われるという、カタルーニャ州の学校教育制度における言語政策に反対している。シュダダノスはまた、スペインの中央機関の権限強化と地域行政機関の権限削減を支持している。その他には、 スペインの選挙方式の徹底的な改革、スペイン1978年憲法の特に地域、組織部分の改正、バスク地方の財政的特権の完全撤廃などを主張している。また、売春、マリファナ、安楽死の法的許可を支持している。ロンドンスクール・オブ・エコノミクスの経済学教授である、ルイス・ガリカーノを政策アドバイザーに起用している。シウダダノスの公的な、 立ち位置について、批評家は、イデオロギー的に類似した連合、進歩、民主主義の第五列のようであるとしている。シューダダノスの設立に参加した何人かの知識人は、後にシューダダノスへの支持を撤回した。例えば2007年、アルベール・ボアデイリは、元スペイン社会労働党のロサディエスと共に連合、進歩、民主主義の発起人の一人となった。2014年までは、 シウダダノスの支持者の大部分がバルセロナ大都市圏の在住者だった。2010年の地域選挙で4%以上の得票を得たクマルカはバルサルネス、バッチルブラガーとバリエス・ウクシダンタル、タラグネスの4群だけだった。ジローナ県では1.69%、リエイダ県では1.79%にとどまり、阻止条項の3%を超える得票率を得たのはバルセロナ県だけだった。 2014年まで政治的影響力は地域的なレベルにとどまっており、2014年秋頃の全国支持率は3%程度に過ぎなかったが、2014年冬から2015年前半に急激に支持率を伸ばし、3月初頭にエルパイス氏が行った、世論調査では12.2%の全国支持率を同時期にラジオ局の過酷なセールが行った、 世論調査では13%の全国支持率を得た。極運動家のシャビエル・カザルスなどのカタルーニャ、民族主義者からは、シウダダノスは大衆主義的考慮を持つ政党であると認識されている。進歩主義をイデオロギーの核に据える努力を行っているが、選挙運動ビデオには知名度のある右派の知識人、ジャーナリスト、テレビ出演者などを登場させている。2006年、 エルペリオディコでカタルーニャは、リベラが2002年から2006年まで中道右派の国民党の党員だったことを明らかにし、離党したのがシューダダノスから、カタルーニャ衆議会選挙に立候補するわずか3ヶ月前だったことも記した。しかし、リベラは国民党の正式な党員だったことを否定し、青年組織の活動の一部に参加していたことだけを認めた。 シウダダノスの主要な会合はしばしばカタルーニャ独立主義者に妨害されている。2007年9月、当主のアルベール・リベラは政治会から引退することを促す死の脅迫を匿名の人物から受けたと主張した。シウダダノスは公共テレビで見解を述べる時間が少なすぎるとして頻繁に不満を述べている。また、カタルーニャ州に拠点を置く。 スペイン語新聞のラバングアルディアガミアエルペリオリコでカタルーニャ氏などのカタルーニャメディアを同様の理由で批判している。一方でシューダダノスの反対者や評論家はマドリードに拠点を置くリベルタデジタル、エルムンド氏、テレマドリード、ABC 氏などの全国メディアによる政党の議席数に対して不釣り合いに高い露出度を指摘している。 世論調査による、政党支持率の水位紫色イコールポデモス、青色イコール国民党、赤色イコール社会労働党、大々色イコールシウダダノスイチリベルタスと、選挙連合を組んだ。ありがとうございます。